ハローハロー、どうも、元ディープフェザー級チャンピオン、現吉本興業所属のプロゲーマー、ジョビンです。今日は、全く撮影の予定なかったんですけど、ね、結構僕の投稿が炎上っていうのかな、これは、まあ、プチ炎上、また少なくとも反響がめちゃくちゃあって、なんかこれはちょっとアンサーした方がいいかなと思って動画撮ることになりました。僕ね、インスタグラムやってて、マジで僕のインスタって人気ないんですけど、フォロワー1000人ぐらい、ツイッターが今8500人ぐらいで結構増えてはきてるんですけど、まあまあインスタはマジでだいぶ少なくて、まあ、僕の中で本当もう身内に向けた投稿っていうか、結構まあプライベートの空間でやってるんですけど、そこで昨日ね、質問コーナーってやったんですよね。でもう本当に人少ないんで、ちょっと盛り上げたいなと思って、まあツイッターの方でも、僕インスタのストーリーズで、質問コーナー今からやりますみたいなこと書いたんですけど、ちょっとね、結構いろんな人が来てくれて、思った以上に来てびっくりした。100件以上あったんじゃないかな。ちょっとちゃんとした数わからんけど、めちゃくちゃあって、もう俺もちょっともう疲れてきて結構きつかったんやけど、まあでもちゃんと全部返したんですけど、まあその中で僕はね、朝倉未来選手のことをすごい褒めて、褒めるっていうか、もう当然やけど、強いもんだって。もうめちゃくちゃ強いと思う、俺。めちゃくちゃ強いと思ってて。うん、で、俺まあいつもね、忖度なしで、結構まあボロクソ言ってるようにみんな聞こえて、それが好評だったりもすると思うけど、認めないとこは認めないと、説得力もないと思うんですよね。俺やっぱ強いと思う選手は強いって言うし、ここの部分いいなっていうことは言いたい、ちゃんと。そこは忖度なし。朝倉未来選手のことすごい褒めたんですけど、まあそれに対してまあアンチとかファンとかなんか入り乱れて、すごいなんか喧嘩になってて SNS で。でまあもちろん僕分かってるよ。何が一番ムカついたかって。何が一番みんなのスイッチ入ったかっていうと、この質問ですよね。パウンド4パウンド対決、朝倉未来対堀口教授、どっちが勝つって質問があったんですよね。その質問に対して僕が、多分これでムカついたと思うんですよね。今なら悲しいけど朝倉未来と思う。朝倉未来が青木真也以外では日本ナンバーワンだって書いたんですけど、うん、まあ多分これやっぱ堀口教授の熱狂的なファンってめちゃくちゃおるのって知ってるし、信者が山ほどいると思うんですよね。てかもう俺もそうやしね、俺も堀口教授のもう大ファンやし、うん、もうすごい好きやけど、まあ、これね、パウンド4パウンド対決、ね、僕これ直接対決のこと言ってます。朝倉未来と堀口教授で、どっちがじゃあトータルファイターかって言われたら堀口教授と思う。で、朝倉未来と堀口教授が同じ体重としてね、戦ったとして、堀口教授が勝つ可能性ももちろんあると思うよ。あると思うけど、俺は、今の現状で、ちょっと調子が悪くなってきてる堀口教授と、もう本当に上り坂の朝倉未来が戦って、で、相性的にも、ああいう飛び込み系にすごい対応できると思うんですよね。スピードの速いのとかは、なんか弟の朝倉海戦、海斗をいっぱい練習して慣れてると思うし、だからなんかどっかでカウンター当たりそうな気がして、まあ、僕は今だったらなんとなく朝倉未来かなって、本当分からんけどね、これどっちが勝つか。で、書いたことに対して多分ね、堀口信者と、朝倉ファンとかも朝倉アンチとか入り乱れてみんな俺にちょっとムカついたと思うんやけど、まあでもこれ、別にいいやん。どっちが勝つって言おうが。しかも、それ俺試合予想とかちゃんとね、試合が決まったらちゃんと予想するけど、パッとこんなインスタで俺100件ぐらいコメント来てて、それをもうどんどん連続で返していってたの、そんな怒らんでよくない、マジで。で別に俺堀口教授は批判も一切してないし、マジで強いけどね堀口教授、もちろん踏み込みの速さとか半端じゃないし、何度も俺も目の当たりにしてるから。でもね、それにしても最近の朝倉未来が強いなと思うから、そこは俺はちゃんと認めたいし。だって俺も、堀口教授が勝ってほしいよ。もしやったら。最後の砦やし、朝倉海戦の2戦目とか、まあもう、他にももういっぱいいろんな試合で堀口教授が感動させられたし。うん、ただ、やっぱり堀口教授、1回目朝倉海戦ではね、KO 負けしてるし、ね、あと、まあクレイジー B で言ったら、ヤチ君が朝倉未来戦うとき、僕はヤチ君の打撃の強さ知ってるから、これは、ヤチ君勝つんじゃないかと思ったけど、ヤチ君がちょっともうビビっちゃった試合になって、まずビビらしたことにびっくりしたし、最後打ち合った時にね、ダウン。ダウンっていうか、あれはもう KO 負けと思うけど、ヤチ君が。実質。あのパフォーマンス見て、朝倉未来ってマジで強いんやなって、あそこで俺の見方が変わった。うん。で、そっからも最近見ても、もうパンチもらう気配がないっすよね。もちろん斎藤1戦目とかもらってるし、
まあ、もちろんもらうこともたまにはあるけど、見ててなんか危なっかしくないっていうか、マジですごいと思う。俺もそれはもう今後も認めていくから。で、俺の感覚ではもうわからん、別にその絶対自信あるわけじゃないけど、まあ、パッと戦ったら結構カウンター当たる可能性高いんじゃないかなと思ってこの投稿しました。だから堀口教授ファン、ちょっとムカついたならすいません。ただ俺今後も、忖度なしでそれは行くから俺は。そのスタイルを、ね、ムカつく人ももちろんおると思うし、でもそこがいいっていう人もいると思うし。うん。で、朝倉未来を褒めたからって忖度してるってマジ言わんといてくれ。もう腹立つわ、正直。もちろん朝倉未来って本当にもね、業界ナンバーワンのスーパースターで、すごい位置にあるけど、別に俺 YouTube コラボしたいとかは別にないし、もちろんね、もし言われたらそれは光栄で受けるかもしれんけど、自らすり寄って言って、なんか、そんなん俺すごい嫌なんですよ、自分の中で。もう全くそんなんない。なんかね、もうそんなん言われたらもうやりづらいわ、俺今後も。予想とか、感想も。でも長男さんのジムの選手とか、もう逆に褒めづらい、俺は。そこ褒めたらまたなんか忖度してるんじゃないかなって、なんか言われそうやし。俺忖度してるかな？長男さんにビビってたら、いや、怖いよ。怖いけど、ビビってたら暴走族とか、魚介類とか言うかな？分かってみんな。俺それをまじこびたりせんから。もう逆にまじ言いづらくなってくる。そういう風に言われたら。今後朝倉未来を褒めづらくなってくる。褒めるけどね。別に誰にどんだけ言われようがブレへんようにするけど。でもなんかすごい嫌。と思いました。それはちょっとどっかで言いたかった。せえへんから俺忖度。そこは信じてくれ。もうしたら離れて。一回でも明らかにしたら。でも勘違いから今の時点で忖度してるなってみんなが思ってる部分は。でもう一個の質問。でもこれも気になった部分と思うんですけど、ちょっと。あと2個ぐらい質問ちょっと紹介するけど、昨日のね。海外での入国が増え、ベラトール対抗戦が実現しそうな中、朝倉未来対誰が見たいですかっていうので、これもね、僕結構真剣に言ってるんですけど、ピットブルには勝てると思うけど、AJ マッキーには負けると思う。だからマッキーと見たいってこれ書いてるんですけど、僕ね、ピットブルにも勝てると思うね。もちろんこれもこんだけレベル高い戦いやし、ピットブルがめちゃくちゃ強いのは俺も知ってるから、もちろん負ける可能性もあると思うよ。あると思うけど、朝倉未来ってもうそのランクに、そのレベルに来てるよ、今。うん、で、俺、打撃の相性として、俺のいつも言う筋肉理論やけど、筋肉つけすぎと思ってるから、ピットブルは。俺、ピットブルには勝てると思う。ほんとそのレベルに来てる、朝倉未来は。うん、みんなね、逆に幻想とかね、見すぎ。堀口教授とかにも対してもそうやし、海外の選手。まあ、基本的にね、やっぱ日本人って身体能力が劣ってて、海外の選手に。基本的にそのベラトールとか世界のトップには勝てないってイメージはわかるけど、そんなことないって。堀口教授が覆してきたし、ボクシングで言ったらね、井上尚弥が覆してきたりとか、その他のスポーツで言ったもいろいろあるし、そんなね、日本じゃ絶対負けると勝手な幻想抱くのやめよう。俺は客観的に見て俺は絶対じゃないよ。絶対じゃないけど、ピットブルには俺は全然勝てると思う。勝てる可能性が高いと思う、朝倉未来が。ただ、俺ね、やっぱレスリング系とか、本当のやばいレスリング系、アメリカとか UFC とかの、そういうタイプに俺負けると思うね、今、朝倉未来は。あと AJ マッキーには厳しいと思う、俺は。うん。これももちろん覆してくれる可能性もあると思うけどね。俺そんなに過大評価してるつもりもない、朝倉未来選手を。純粋に強いとこ強いって言ってるだけ。AJ マッキー選手は厳しいと思うな。で、俺は、だからマッキー選手見たいって言ったのは、なんか朝倉未来選手もうそろそろ満足して引退しそうな雰囲気あるじゃないですか。例えばピットブルとかに勝ったら引退される気がするんですよね。まあ、する可能性があると思ってて。だから俺負けてほしい。もっと見たいから、朝倉未来選手。燃えるタイプと思うんで負けたら。だから AJ マッキー選手見たいって言ったんですけどね。とにかくまあ、じゃあこれがね、俺が別に間違ってようが良くない、この予想が。あっさりピットブルに負けようが、それぞれの意見があるから、そんなに目くじら立てることじゃないと思うけど、俺は。まあでも、それだけやっぱ熱狂的なファンが育ってきたんやなって。まあ、嬉しくもあるんやけど、マジで。こんな熱量なかったから、昔。10年前なかったよ、こんな格闘技ファンで。そこは嬉しかったりするんやけど、ただ、俺がどれを予想しようが、そんな目くじら立てずに怒らんといて。まあ、ただ怒られても今後も貫くよね。で、ラストもう一個。それで言ったらこのエネルギーを感じたのがもうケラモフファンの人たち。すごいよね、でも。なんかね、もう僕のツイッター上で、なんかね、いろいろ喧嘩しててみんな。まあそれ朝倉ファンと朝倉アンチが喧嘩とかもしてたけど、まあその中でね、あとケラモフファンが俺に怒ってて、それも紹介するか。ケラモフファンが、
ケラモフはライジンで何位ぐらいだと思いますかって質問があって、それで俺はもうあんまり好きじゃない、10位ぐらいかなって返したんですよ。それに対してちょっとめっちゃ怒って、ケラモフファンたちが。それ怒るのもすごいなと思うし、まあ、ケラモフ選手もちろんいい選手やけど、そんな外国人ファイターで2回しかまだライジン出てない時点でこんな大ファンがいっぱいできてて、なんかすごいいいなと思った。日本人って海外の選手もすごい認めるじゃないですか。本当にいい文化と思うし。うん。で、ま、いろいろ言われたんで、俺ももう一回見たんですよ。改めて。ちゃんと見ました。責任持ってそこ見ようと思って。ケラモフ対斎藤豊さんもう一回見たけど、確かに強いわ。テイクダウン能力がもう、マジで日本人ないレベルっていうか、まあ、それで言うともちろん朝倉未来選手より全然上とも、レスリングに関しては。で、キープ力も、ないこともないし、パスガードもちゃんとね、俺よく言うけどパスガードできない選手が多いって。ちゃんとできるんやけど、あれに関してはほんと斎藤豊選手が立ち方上手いなって感じ。うん。で、ケラモフ選手がね、全然勝ってたっていう判定でもおかしくなかったし、ただ俺の中でなんか印象として、まあ、斎藤選手がよく言ってたっていうのもあるけど、なんかパンツ掴んだりとかちょっと反則があったからなんかあんまいい印象なかったんやけど、でもう許して俺インスタでもなんか、そんなに重くとりあえず返してるから、こんなにいろんな人が見てこんな炎上すると思わなかったから、まあ、ついから気をつけるけど、もうしづらいけど、この質問コーナー。こんな風にいちいち言われたら。でもね、ケラモフ選手は10位って言ったら確かに間違ってたと思う。うん。これマジで、朝倉未来選手とかにも、斎藤戦と同じ感じで、ケラモフ対斎藤戦みたいな感じで、グラウンド引きずり込んで立たれたりするけど、判定勝ちともありえそうな気はするよね。うん。まあ、朝倉未来選手は勝つ可能性の方が高いと思うけど、俺は。ほんといい選手と思った。ただもうケラモフファンがいっぱいいて、でもツイッター書いたんですけど、なんかケラモフファンの人が俺にめっちゃ怒ってて、無知だとか、老害とか言われて、ちょっと長々となんかいろいろやりとりしてて、まあ俺見てたんやけど別にこれ言い返してもしょうがないなと思った。っ最終的になんかいろんな人に詰められたみたいで、なんか先ほどの失礼な言動はお詫びします。寝起きの勢いで書いた16歳のガキのたわごとなのでって見てびっくりした。あんた16歳だろ。格闘技経験も多分ないやろうし。ちょっとそれびっくりしたし、でも可愛かったし、全然怒ってるし、俺フォローしたけどね、この石橋くんから。ツイッターフォローさせてもらいました。全然俺も寝にもつきないし、仲直りできてよかった。そんな感じですかね、俺言いたいこと言えたかな。恐ろしい DM も届いてたな。恐ろしい DM も届いてた。朝倉アンチから。これもでも本当格闘技は盛り上がってきてる証拠やなと思うけど、これだけちょっと紹介しますね、軽く。ダサクラ擁護オツダブルダブルダブルクレベルにまた失神させられて引退、斎藤豊の方が100倍強いわ、格闘技で一本でやってるやつが勝つんだよ、あのクソ YouTuber は生きがってるだけの雑魚、素人相手に生きってるくせに弱いやつとしか戦わないから本業は YouTuber だろ、今年でダサクラはまた失神させられて逃げて引退します、フェザー最弱ダブルダブル今年でヘラ元に越されるだろうな、ね、何があった、なんかこれ家族になんかやられてるね、朝倉選手に。家族に危害がないと、ここまでの怒りはないと思うわ。何があった？大丈夫か？どんだけ嫌いな？マジで。心配になるわ、精神状態。まあでも、これも含めてやっぱ格闘技は盛り上がってきてるなとは俺思うけどね、マジで。こんだけ熱量あるアンチがおることもすごいし、ファンがおることもすごいし、盛り上がってるのは本当にいいことと思うんですけど。まあ、そんなもん怒んないで俺がもう誰にの勝敗予想しようが。でも、とりあえず忖度はせんから、それはもう信用してくれみんな本当に。ストラッサー・キーチ選手にも俺、忖度してるつもりないから。うん、ええ加減せよ、こらーって俺もう面と向かって言われても貫くから、そこはもう安心してくれ。マジで。うん。言いたいことはすごい言えた気がする。うん。まあ、今後もちょっと発言気をつけるし、まあ、確かに、まあ、ケラモフファンからしたら、適当に10位とか言われるのムカつくのもわかるし、まあ、堀口教授のね、信者とかもあれ、本当に日本の最後の砦というかもう宝なんでね、なんかそれが朝倉勝つって言われたら、堀口ファンからしたらムカつくのもわかるけど、まあ、ちょっと言葉には気をつけるけど、ただま、本当忖度なしの姿勢、うん、は貫くつもりです、今後も。はい。ちょっと、今回初めて格闘技界で、ちょっと炎上なのかなこれ。でもこうやってね、みんなでなんか討論するのってすごいいいことと思うけどね、どの競技でも、うん、思うんですけど、まあこんな感じです。はい、今後もジョビンチャンネルよろしくお願いします。チャンネル登録してない方チャンネル登録お願いします。あとまあインスタも
もしよかったらこの機会なんで、あんまり秘密の空間なんで、あんまり人来てまた炎上するのも怖いんですけど、インスタもフォローしてもらえたら嬉しいです。では終わります。ちょっと次の企画何か分かんないですけど、はい、これだけベラトール、ベラトールを感想動画作ってくれて、こういう多かった、ベラトールと UFC273、まあ、ちょっとやってみようかなと。 UFC も初めて、はい、やってみます。ベラトールもで、他はちょっとパウンドストームだったっけとかもやってみようかなとちょっと考えてます。はい、ライジンはもちろんやります。そんな感じです。ではご視聴ありがとうございました。